お兄ちゃん？ん？この人誰？偉い人？そうさ、僕の恩師なんだから。ふん。お兄ちゃんが夢中になってる変な研究と関係あるんでしょ？だってこの人産婦人科の先生に見えないもん。変な研究じゃないさ。ねえ、この写真なんだかおかしい。ああ、手が加えてある。右半分の顔は左半分の顔の根が裏焼きしたものさ。だから変に思える。どうしてそんなことしたの？その人は自分の顔を後世に残そうと考えたんだが、その時右半分の顔は人に見せたくなかったんだ。どうして？どうして？いいな、平和で。なんで？いつになったらみゆきには春が来るんでしょう。あさってぐらいかな。誰かいるの？そう。教えてよ。ご想像にお任せ。ねえ。あ、かくよとこ。え、どこどこ？みゆき。天使の夢見る春だからってね。何それ？いいな、ゆみこは春の盛りで。悪い？ね、人のこと淫乱みたいに言わないでよね。ユミコ、自分でそう思ってるわけ？あった。自分で墓穴を掘ってしまった。ポケッでしょ。どっちだ、帽子。おい、ユミコ、確か今月誕生日だったよね。そう。なんかくれ。考えとく。どうして？なんで？聞いただけ。変なの？何だし？何？プレゼント。いい男。ちょっとあんたね。嘘、冗談でしょうが。みゆきの真心がこもっていればなんだって喜んでいただきました。ドナルドダックの人形。いません。ごめんごめん。お子さん、うん、かわいいってその口。そんなんじゃフォローになってない。ごめんね。ちょっとごめんね。電話。お兄さん、うん、何ですか？高森みゆきさんでしょ？
おい、皮膚、筋肉組織、血液、抗体バランス、すべて異常なし、骨の異形もなし、染色体異常もなし、全くの正常な人間だった。普通の女の子だ。間違いないか？このバッグの中に どうなってるんだ。志村。はい。お前ちゃんと確かめて連れてきたか。はい。それだけ。Thank you.
高森です。ええ、そうです。あ、はい。とてもお話できる状態ではありませんので、本人が好き次第こちらがご連絡します。よろしくお願いします。説明してくれ。妊婦というのは普通風邪薬だって飲ませないことが多いんだ。入院させるのも早すぎる。体操もさせない、散歩もさせない、ただ部屋の中でずっと寝ているだけだろう。考えられん。本人にはどう説明している。こんなケースは異常だ。誰が見たってそう思う。高森、カルテを見たぞ。犬や猿じゃない、相手は自分の奥さんだ。そうさ、教えてくれ。何をしようとしている。俺には全然理解できないぞ。他の父親たちと同じさ、最高の赤ん坊が欲しいと思ってるだけだ。元気？え？当然でしょ。
誰かが悲しんではダメだと教えてくれたのか。何もしなかった。あの子は普通だ。私にはその男の言ってることが理解できないし信じられない。不完全な予知能力だ、テレパシーだ、それを証明するというからわざわざこうして来たんだ。だいたい何もしなくても分かるなんて、まるでイカ様信仰宗教の説教みたい。高森はあの子を妹にしてるんだ。あの子は第二世代だからだ。他に理由は考えられるか。おい、誰かを探し出して調べる意味はもうなくなった。どういうことだ。高森のやろうとしていることは俺たちの想像を超えている。多分高森自身結果については完全に把握してないだろわけ。やったのよ。将来私、たちあんたのおかげで里見つき合わされたんだからね。私はね、あんたの人に頼まれてんだから勝手な行動取らないでちょうだいよ。もういいよそんなこと。うん、やだみだ。大体お兄ちゃんがおかしいのよ。いつまでも妹離れしなくて。よく言うよ、逆でしょ。違うか。私にはね、頼まれた以上責任するもんがあんだよ。分かった。どうもご迷惑おかけしました。よしよしよし。だいたいあんたが悪いよ。なんで？何も考えないでぶっかぶっか。でもなんかおかしいと思わない？ん？みゆきとマリコなんてさ。そう？うん。悪い？悪い。たまには静かな気分になりたいものよ。なにそれ。うっそ、冗談よ。私たちはね、みゆきが悲しみのあまり後追いさせるんじゃないかと思って、うん、すっごく心配なわけよ。大丈夫、いいから。分かってればよし。ね、以外はね、怒らないの。しばらくだな。まさかあんなことになるとは思わなかったよ。そんな話は聞きたくないな。少しは俺に感謝してくれてもいいだろう。みゆきは普通の人間だ。本人はそう思ってるみたいだな。
僕もそう思ってる。お前たちの考えすぎだ。僕の周りを調べればいいというものでもないだろ。高森、世の中というのは思い通りにいかないことの方が多い。そうは思わないか。そう言われて納得するのは何度もそういう目に遭った人間だけだろう。お前らの考え方は狂ってる。高沢先生がいなかったらお前は存在することができなかった。そうさ、俺は存在したくはなかった。お前には分からないだろう。人間の醜い部分ばかり見せられてきた。差別なんて生優しいもんじゃない。一人だ。しかもそんな自分を好きになることもできない。面白いだろう。信じられるものが一つでもあればそれで解決する問題だ。お前は信じるべきたった一つの思想を拒否してしまった。そうか。便利な言葉だな。なぜ美雪を助けようとした？誘拐されたのはお前の妹だったら誰も眠らせたまま返そうとはしなかったろ。俺はお前や高沢と違って非情にはなりきれない。だが妹が助かったのは俺の意思とは関係ないのかもしれない。そう思った。美雪に会ったのか？一つ教えてやろう。血液や細胞組織の特殊な力で外的造形を普通の人間に近づけるという高沢の方法には欠陥がある。どういう意味だ？脳波や感情の起伏に影響を受ける。頭部への衝撃の度合いや激しい怒り、恐れや悲しみによる感情の波が許容範囲を超えた場合、外的造形は元に戻るんだ。どうしてそんなことが分かった？簡単さ。俺の顔が元に戻った。自分が可愛いだけだ。自分の存在を正当化するために研究を完成させようとしている。それだけだ。人類の存続なんて偉そうなことを言うな。俺は誰かが俺のような目に遭うのを見たくないと思ってる。お前の研究は抹殺する。僕を殺すか？それだけじゃない。他に何がある？赤ん坊。お前が今の生活を捨てたくないと願っている限り俺には勝てない。お前の思い通りにはさせない。妹のこともか。車出せよ。遅かったね。誰かと会ってたの？なんで？別に。ねえ、うん？高沢先生の研究って
どういう研究だったの？どうしたんだ急に。なんとなく。ねえお兄ちゃん。うん。お姉さんのこと本当に好き？元気そうだね。ああ。さあ。君と猫いらずの話を聞いたことがあるか。今のネズミは10年前人間が作った猫いらずを食べても死なない。それどころかそれを食料にして繁殖する。人間にも同じことが起こりうると考えた科学者がいた。高沢圭一という科学者を知っているか。高森はお前の兄さんなんかじゃない。待つんだ。いいか、お前はこれから俺が言おうとしていることが分かってるのか。知らない。話して。いいから聞くんだ、聞くんだ。どうしたんだ。だって薬がなくなって。
いいんだよ、もう飲まなくて。習慣になってるから、ないと思ったら急に不安になっちゃって。心配ないよ。どうした？数時間後に子供が生まれる。コインや兆候があったのか。多分通常のケースとはだいぶ違うと思う。もうすぐ陣痛が始まるだろう。本当か？君に頼みたい。しかしどうしてお前がやんないんだ。信頼している。頼んだぞ。ああ分かった。ユキ、ここでいい。止めてくれ。止めろ。赤森の赤ん坊は俺が殺す。血血は必要ない。死ね。守ら。
名前考えなくっちゃね。